1> 小1女子です。塾で算数4年生の内容に入ろうとしています。難しいようで苦手意識を持ってしまいました。どうすればよいでしょうか。え小1で入って、小1で4年やってるんですか。いや、まあ、難しいようで苦手意識。はい、いや、難しいんだったら、別に小3に戻ったらいいんじゃないですかね。 1> 小1で小4の塾ってなかなかそんな難しいと思いますよ、んがね、先取りできるのは計算と漢字だから先取りできるんでね、あの文章題とかなんとか、全部丸ごと先取りってなかなか難しいし、それは意味がないんでね、だから塾でそのすると、全部を先取りってことになるんで、もうそれはもうアップアップするんでね、もうそこまで私はしなくていいと思うんですね、だから小1であれだったら、もう一回小3をやったらいいんじゃないですか。